東京電力は6日、柏崎刈羽原発3号機で、煙が発生、たと発表しました。東京電力や新潟県により、すと、6日午前11時1分ごろ、柏崎刈羽原発3号機ターン、建屋地下3階に設置してある、電気ヒーター、ラインが発生しました。煙は午前11時8分ごろに止め、火が出ていないことから、消火作業は行わ、おらず、 怪我をした人もいませんでした。東京、力によりますと、電気ヒーターは2台あり、1ヶ月、とに切り替えて使っていて、切り替えのタイ、ングで、電気ヒーターを起動させたところ、3分、に、煙が出たということです。柏崎刈羽原発は、在位から7号機すべてが停止中で、煙が発生した場所は、コロなどに直接関係するところではなく、コ、発煙による、 放射能漏れはないということで、東京電力が発煙の原因を調べています。